今回の企画はオラフイングリッシュすべて翻訳するまで終われません。どうも皆さん、こんちゃっちゃん、オラリッシュの時間です。ということで、本日はオラフ先生がメンバーのみんなにオラリッシュの抜き打ちテストをしちゃいます。オラリッシュとはオラフ先生が訳した英語のこと、つまり僕が言った答えが正解になるテストです。まあ優秀なみんななら全問正解してくれることでしょう。チャンネル登録とグッドボタンを押してみんなも席についてしっかり授業を受けてください。どうもおはようございます。あれ、おはようございます。おはようございます。あ、じゃあ今から出席取りまする。ちょっと待って、ドズル君いますか？ドズル君、はい、ドズルです。はい、ポンチュール君。はい、はい、はい、オンリー君。はい、オーハメン。はい、あ、今日全員いますね、先生。全員いるね、うん、ちょっとごめんなさい、いきなり始まって頭が追いつかないんですけど。あなたはうん、ティーチャーティーチャー、はいはい、今日は授業しに来ました。あ、ALT の先生か。オラフ君と言います。あ、オラフ君、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、早速なんですが、本日の授業、オラリッシュをやらせていただきます。オラリッシュ、後ろに何か書いてるけど、黒板に何か書いてる。イングリッシュじゃなくて、ノーノー、イングリッシュではありません。オラリッシュ、オラリッシュ、オラリッシュ、オラリッシュっていうのは。オンリー君、リピートアフターミー。迷子、ま、迷子。あー、オッケー。え、知りませんか本当に。オーラリッシュね。私が説明しましょう。あなたは誰なの。私ですか。はい、私はオラリッシュをマスターしているオラリッシュおじいちゃんです。いやいや、じゃあオラリッシュおじいちゃんが教えればいいじゃん。いやいや、オラリッシュおじいちゃんでもやっぱこのね、発祥したのはね、オラフ君なんで、ここね、直々に言語を作った方から学べるという貴重な機会ですよ。 ありがとうございます。それは嬉しいな、はい、オラリッシュというのはね、オラフ先生流の英語のことじゃよ。たとえ英語の文法的には違っていても、はい、オラフ先生が言ったことが全部正解なんじゃ。分かったな。分かりました、はい、分かりました。続いてますよ、オラフ先生。じゃあ行きますか、早速。これテストって何ですか？急にテストなんですか？テスト、テストなの？僕たちまだ教えてもらってないんですけど。いや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 、うん、抜き打ちテストですよね。そうね、今日は抜き打ちテストで。あ、今日抜き打ちテストなんだ。あ、オッケーオッケー。はい。あ、はい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 、分かりました。はい。流れるように。抜き打ちテスト。オッケーです。はい。じゃあ今日は、オラリッシュに関するテストを僕たちがやるので。僕たちはオラフ君が使ってそうなオラリッシュを想像しながら回答していけばいいという。そういうことです。そういうことですね。OK です。素晴らしい。ありがとうございます。1点、ドズル1点。ありがとうございます。はい。いや、今ので1点。もうそういうのも全部オラフ先生次第です。もうね、もう。あ、そうなの。うん。そうです。今日は僕が決めさせていただきます。あ、よろしくお願いします。はい。わかりました。わかりました。さあ、それでは、問題。全部で10問ございます。1問ごとに、10点満点で採点します。はい、問題は4つの分野で構成されています。4つの分野、オラリッシュに4つの分野ないだろう。ありますから、分野というのは分野はね、例えばオラリッシュ読解問題とか。あ、そういうことか。あ、あと、あ、そう、あと日本語をオラリッシュに訳す問題とか。問題の種類のね、ことで4つありますので、はい、採点基準はオラフ君の回答と似ているかをオラフ君がフィーリングで選びます。ああ、じゃあ10点満点の中で4点とかもあるってことですか？そういうことです。あ、なるほどね、はい、あ、そういうことです。 OKOKOK、理解理解、最大10点で、最大10点、これは何点あげれるなみたいな。おお、はい、面白いね。うん、はい、正しい英訳ではなくオラフ君が言いそうなことを予想しながら回答するのがコツです。はい、これ質問があります。質問があります。はい、ドズル君、オラフ君真面目に答えてるんですか、それとも オラリッシュっぽく答えてるんですか？なあなあなあ、真面目です。真面目です。あ、真面目なんだ。やりました。本気で書いたのね。本気です。そこ大事だから。オッケーオッケーオッケー。ドズル君、はい、まさか僕がいつもふざけてると思ってるんですか？いや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 、今の感じだとじゃやりに行く可能性あるなと思ったんで、はい、なるほど。あ、いやでも真面目で、全て本気ですね、はい、全て本気、わかりました、ありがとうございます。はい、
なお回答は早い者勝ちではなく全員に答えてもらいますんで、はい、よろしくお願いしますね。さあそれでは抜き打ちテストオラリッシュをやっていきたいと思います。じゃあ早速始めていきましょう。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。準備はいいですか？それでは最初の問題です。はい、こちら問題、オラリッシュで表現されたアイテムを持ってきなさい。あー、説明してくれてるんだ。オラリッシュ、そうか、はいはいはい、そうです。こちら教室にあるボタンを押せば行きたいところに行けるようになってます。あー、いろんなバイオームに、はい、確かに、はいはい、いっぱいあるなと。え、でもこれ結構簡単じゃないですか？だって、うん、本当ですか、うん、本当にだって英語のアイテムとかありますから、ね、そう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 、うん、確かにだってそのまま喋れるでしょ、うん、アイテムを取りに行く制限時間3分間です。3分間 OK です、はい、じゃあルールはこのところで、じゃあ1問目いきますよ。はい、お願いします。はい、1問目ビッグカメラ。まあ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 、ビッグカメラ。オラフ先生がとあるアイテムを見て書いたオラリッシュです、はい、この単語が表現しているものを持ってきてください。はい、はい、じゃあ、はい、もう始まった始まった、はい、3分で頑張って、いってらっしゃい。大きいか、俺クワだと思うんだけどな。あの HOE は絶対オラクに出ない。え、でもビッグ、大きいが出る。ビッグカマってなんだ、クワだと思うんだけど、クワじゃないのかな。クワだと思うんだけど、ビッグカマ、いや、こんなもうわかるやろ、大釜やろ。大釜でしょ。うーん、これじゃないかな。もうこれだと思うな。あー待って、背の高い草とかでその可能性もある。あー、可能性としてはあるか。お、ああー、わかったわかったぞ。ドリップリーフだ、大きい草、これだろ。これがオラフ先生の言うビッグカマです。これ大釜だ、大釜だ、大釜だ、ビッグカマ、大釜だ。分かったのに、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 鉄がない。トロッコだ、え、足りない、鉄が足りない、鉄が、鉄が一個足りない。あーあーあー、いや間に合わなかった、ちょっと待って、間に合わなかった俺。いや、まあ一旦あるもので出しましょう。だって10点満点だから1点はくれるかもしれないんで。うん、まあ、はい、そもそも我々が合ってる。そうそうそう、僕も全然自信ないよ。ちなみに自信ないですよ。情けの作業代をください。情けの作業代、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 本当に情けだな。うん、いや、足りかった、足りなかった。はい、すみません、ありがとうございます。行こう。はい、それでは回答を見ていきたいんですが、はい、今回の設問では正しいものを持ってきた人に10点が、付与されます。はい、はい、え、中間点なし、はい、1点とか2点。いや、惜しいあるよね。惜しいある。はい、オラフ先生は生徒が持ってきたものが間違っていたとしても、どうして持ってきたのか、生徒の説明を聞いてオラリッシュ感があるなと感じた回答に対して、オラリッシュ感、はい、1点から9点の、いてから9点のおまけ点をつけることができます。おまけ点ね、いや、大きいね、おまけつけますよ。さあそれではドズル君から順番に回答をお願いします。はい、ビッグカマ、私が持ってきたのはこちらでございます。鉄のクワです。おお、はい、まあカマって言われてクワがパッと僕は思い浮かんだんですけど、まあ、クワっていろいろあるじゃないですか。木と鉄とダイヤとネザライトでいろいろあって、はいはい、なんか木とかだとなんかウッドっていうワードはなんか出てくるかなと思って、なんかこう、うん、鉄のクワ見せられた時にビッグカマーってそのままストレートに出てきたのかなと思ってこちらを選択しました。なるほど、はい、ありがとうございます。一旦全員全員聞いて、あの正解を出しましょうか、うんうん、はい、はい、ではボンジュール君、僕マジで分かったんですけど足りなかったので、ちょっともし他の人がいた時にちょっと言い訳させてください。ああ、はい、おお、ああ、不安とすることは分かります。分かる。え、そうなんだ。そのままオンリー君に。うん、Very easy question。え、何？Very easy。うん。何？もうみんな伝わってるもんかと思って、その教託をぶっ壊そうと思いましたよ。大釜です。そういうことか。そう。ああ。そうなんだ。ビッグカマ。大釜。なるほどね。いや、分かんなかった。大釜よ。大釜よね。大釜よ。そっちか。大釜よ。ボンちゃんは分かってたのね。ボンちゃん分かったの。鉄が足りなかった。
なるほどね。手数が足りなかった。今気づいた。なるほど。小原メン君の回答お願いします。僕はですね、オラフ大先生のビッグとカマっていう、こう、2つワードを分けた時をちょっと考えたんですね。うん。大きいもの。はい、そしてカマ。これ、オラフカマを使うものを持ってくるんじゃないかということで、大きなドリップリーフを持ってまいりました。おお、読むね。大きな鎌を使うもの。なんだったら、オラ君リーフを知らないっていう可能性を僕は読んで、リーフ。はい。ビッグ、ビッグ、ビッグの部分で、はい。鎌を使いそうなもので、はい。ドリップリーフにさせていただきます。すごい、1問目から4つ分かれた。読みが。これはかなり難問ですね。さあ、それでは正解いたんでしょうか。正解はこちら。うわー、マジかー。いやー、これは確かにそうだな。いや、やるね。頑張って。先生と初めましてなのに、なんか手に取るより分かる。オラリッシュすごいね。オンリーすごいですね。ちょっとオラフ先生、こう、ドズル君から順に点数を与えてみてください。お願いします。はい、ドズル君、はい、確かにいそうだなと思いました、そのクワを見たときに。はい、7ポイント差し上げます。7ポイント上げるね。そんなくれるの？おー、はいはいはい。あ、そうなんだ。はいはいはい、ありがとうございます。ボンジュール君、答えは分かってたんです。答え分かった、ただ取れなかったと。うん、でもトロッコ、ビッグカマとは読みません。ええだけど頑張った向上心に免じて5ポイント差し上げます。おー、はい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 。クワより下なのこれ。クワより少ないの。いやいやいや、これビッグカマー。クワより少ないの。ちょっと持ってこれなかったんで。はいはいはい。刺さるかどうか。先生がね、刺さるかどうか。先生が刺さるか。先生が全てだから。あ、そりゃそうだ、そりゃそうだ。まあそう、はい。メン君。はい。確かにリーフは危ういです。僕の気持ち。名前知ってる？これドリップリーフや。いやー、その大きいでね。うん、そうそうそう、大きなだからね。いや、ね、かなりいい線いってます。6ポイント差し上げます。ボンさんがコナンのに、ボンさんがコナンのに他6、7なの。すぎるな。オラリッシュすげえな。オラリッシュ、まあまあまあ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、そうか、まあ先生がそりゃそうだ、トロッコって考えるとそうだよね。まあまあ答えだけで見るとそうね、確かに。うん、ちゃんと正解持ってこなきゃダメだ。まあそりゃそうだな。正解か、ちゃんと寄せに行く。で、オンリー君は10点ですね。10点ね、はい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 。まあ任してください。まあ、ね、オラリッシュだからね。オラリッシュだから、オラフ先生が書いたらもうそれが正解だから任して。ビッグ、あ、ビッグ、まあ大釜だからね。ビッグ、ビッグ、これ台がね、大釜の方が当たると。ビッグキャマー、ビッグキャマー、ビッグキャマー、キャマー、そう、ビッグキャマー。はい、もうこんな感じだぞ。わかりました。はい、かなりちょっとやばい企画だということは理解しました。はい、ちなみにこれ一番イージー。一番イージーも。一番イージーか。これ取れなかったの痛いな。さあ、それでは続いての問題こちらです。ロングミラー。え？ちょっと発音もう一回ください。ロングミラー。ロングミラー。え、さあ、それではカウントスタート。カウントスタート。持ってこい。え、3分やばいかもしれない。ロングミラー、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 ミラーじゃないんだな。ロングミラー、ロングミラー、なんかの花じゃねえか。ミラー、ミラーじゃなくてミラーって言ってたから。前からそもそも鏡はないじゃん。え、待って、考えて考えて考えて、長い長い、なんとかなる。鏡、長い鏡は。両者のみんなも一緒に考えてみようね。考えてみましょう。考えてみて。ロングミラー、ロングミラー、何かな。本当にわかんない。 みんな立ちすくんでるよ。みんな立ちすくんでますけど。俺自身がオラフ君となることだ。考えるのをやめよう。まあ、ミーラ、ミーラ、ミーラ、一応大きなドリップリフトリックか。大きなドリップリーフ、長い、長いっていうのかな、長く育つもの、大きいものと小さいものがあるもの。みんな結構悩んでますね。悩んでますね。誰もなんかまだ座ってませんね。やばい、本当に。正解あるのこれ本当に。いや、わかんねえ、マジで本当にわかんない。ごめん、マジでわかんない。
やもう竹とかにしよう。いやわかんねえ。一問目からの跳ね上がり方いくか。ロングミラー。ロングミラー。ミラー。ミラーっていう。ロングミラー。ミラー。ミラーじゃないから。ミラー。それではトソル君から回答お願いします。お願いします。はい、いやもうあのミラーがちょっとわかんなすぎたんですけど、やっぱロングロングロングですよね先生このね、うん、ロングロングやっぱりかなり長く伸びるというところで、竹をチョイスさせていただきました。あロングロングロング、やっぱな長く長くと伸びていく竹です。これは間違いない。オラリッシュ先生をもうわからないだろうと竹の英語が。いや違います、違います。説明をねするとやっぱロングミラーになるのかな。はい、ね、じゃあボンさんどうなんすか。はい、私はこちらです。ねじれてた、まあ、ロングでしょ、うん、だってロングね、ロングね、ロングね、うん、これ英語で言える人います？逆にねじれてたをつたね、うん、ねじれてたちょっとつたがミラーになった。うん、もう俺もわかなんて言ったらわかんなんかもう確かにね、もうイメージよ、イメージ、イメージで、まあ、イメージロングミラー。ではオリーちゃん、そうですね、右2人とちょっと同じロジックなんですけど、やっぱミラーがよくわからなくて、やっぱそこはとっさに出た言葉なのかなと思って、うん、はい、長いもの、長い、現実はちょっと長く感じるものみたいな感じで糸、ね、はい、もう糸ね、長いね、長い、はい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 、はい、糸紐みたいなね。こんな長くなんの英語だと。ロングミラー。いやオラリッシュだから、オラリッシュだから。オラリッシュ。僕の答えを言います。もうそんなアイテムは存在しないんですよ。そもそも。あ、はい、そもそもないんだ。そもそもない。ないので、あないんだ。ロングミラー。何が言いたかったか。おそらくロングミラーなんじゃないかと。そこに僕重点を置きまして。はい、はいはいはい。今回持ってきました。長めの鏡です。本当に鏡作った。あすごい、いや僕も一瞬思ったんだけど、おお鏡ですねこれは。鏡を持ってまいりました。いやミラーじゃないんかいそこ。鏡オラリッシュはね、タイミングで変わるから。多様性、多様性、多様性、オッケーオッケーオッケー。多様性とは違うけど。さあさあいいんです、とりあえず正解はこちらです。うわー確かにロングミラーだ。そっかそうだわ。ミラーはどういうこと？ミラー、ミラー、ミラーでしょ。今日か鏡、鏡だ。このあたりね。ここだね。望遠鏡だ。確かに。ロングミラーだ。いやこれ考えたら分かったな。いやこれうわ自分。うわー悔しい。いや1時間考えてみんなで相談しちゃう。頑張ったね。ねちゃんと納得感あるでしょ。ある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 あります、あります、あります。ロングミラーだ。ロングミラーです。問題はここからよ。確かに。回転、回転、回転だな。ドズル君からお願いします。もうまとめて採点しちゃいます。おまとめて。まとめて。すごいすごい。ドズボンオンリー君たち。あなたたちロングだけで判断しましたね。イエスイエスイエス。ミラーで、ミラーです。大事なのはミラー。全員5点プラスです。0点の流れかと思った今。ああ優しい。甘いんだな先生。メン君。はい先生。気持ち伝わってますね。おう9点あげます。いやいい線いってました。ありがとうございます。優しいな先生、優しいな。でかいな9点これ。よしよしよし、ロングミラーで9点出るのでけえな。ほぼ当たってるじゃん。じゃあほぼ当たってる、ほぼ当たってるな。望遠鏡とか望遠鏡英語で聞いたことねえよ。あ、オラ、まあ、オラリッシュなんでね。オラリッシュ、望遠鏡、まあ、やっぱこうこの文字からなんとかこう拾ってくるしかないんじゃないですか。ああ、なるほど、うん、遠い遠いね。鏡、はい、ああ、なるほどなるほど。しっくりきてますか何か。はい、来ました。え、何で笑ってんの。来ました、来ました、来ました、降りてきました。ロン、ロング、やっぱ力入ってるね、この形状からね。そう、これ大事大事、長いから、ロング、長いから。ミロー、ミル、ミロー、ミラー。これミラーってこのスペルなんですか。これはミロー、ミラー、あ、スペルじゃないもんな。オラリッシュだから。オラリッシュ、ミラー。
はい、ロングミロー。ちょっと待ってね、ちょっと待ってとかあるんですか。ちょっとこれダブルいらんかな。これダブルいらない。ロングミラー、ミラーロングミラー、ここ勉強です。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、それでは3問目いきますか。お願いします。はい、おもろいぞ、はい、この最後の問題か。こちらです。来たねどれですか先生。ちょっと発音して。発音。ああ、来たね。オッケー。来たねじゃないのね。はい。来たね。オッケー。さあ、それではカウントダウンスタートです。持ってきて、この来たねを。オッケー。来たね。これね、汚いじゃなくて、苗木とか、あれじゃない、マングローブの根じゃないこれ。わかんない。一応なんか根を強調してたから、汚い根かな。あ、なんかもう染めるわ。これね、マングローブの根。ちょっと汚ねえけど。汚ねえってなるやつでしょ。根でいくと、この辺とかね、これネザースプラとか。歪んだねとか、これはいろんなところから読み解いてほしいですね。発音もそうですけど、ね、意味とかも含めて。ちょっとね、やっぱオラ先生感情乗っててました。感情が来たね、うん、ああ乗ってるわ、うん、木の種来たね。これマングローブの芽、木の種っぽくない。なんか歪んだねとかシンクのね、どっちだろう。汚いの汚ねえにはどっちだ。根なのかな、果たしてこの根は。ないでか分かんないかもだけど、根菜とかのちゃんと根を意味してるワードなのかどうかっていう。来たねちょっと、変わってきてくる。ああ、もう、そう。あ、ね、あ、もう、終わりしよう。もう、感想になる。感想になる。感想になる。ああ、危ない。これで、クワ作って、タレね。いや、タレね、ワンチャン悪くない？なんか見た目、パッと見、汚ねって、ねだからね。いや、わかんねえ。もう本命ちょっと歪んだねだな。本命も歪んだねだ。だね。おさて、大丈夫ですか、これは。ということで、おそこまで。それでは、ドズル君から回答をお願いします。はい。これはですね、非常に悩みました、私。はい。汚いなのか、木の種なのか。ああ。うん。はいはいはい。非常に悩んだんですけど、個人的にはこちらマングローブの芽、なんか木の種なんじゃないかというところで、僕はマングローブの芽をチョイスさせていただきました。はいはいはい、うん、ではボンジュル君。はい、オラフ先生はもういろんなものかけてるんです。おう、汚ね、汚いね、邪魔なね、歪んだねです。ねか、ねでかけてるんだ。ねにかけました。ねなんだ。うん。種。ありがとうございます。はい、オンリーくん。ちょっとボンちゃんとよくかぶりますね。私も。歪んだねでございます。あ、ねなんだ。熱なが。汚ね。いや、なんかやっぱこの汚ねのイントネーションが、ドズさんのインベントリを見たときのような感じだったんですよ。ああ、なるほどね。いやいや、そこで連想するのおかしい。ドズってるも含まれてんだ。いや、そこかかってるんじゃないかな。汚いものを見た時のような発音だったということですか。そうですね、はい、そうですか。さあ、それでは最後オホラメン君。はい、いや皆様、さすがでございます。え、この汚れ汚いねで分けて考える考え方、素晴らしいと思います。おう、ですが、果たしてその歪んだねが汚いのかどうか問題っていうのを僕はそこに着眼しまして着眼して見つけました。本当に汚いもの。え、汚いね、タレね、よく取ってきたな。汚いねだな、確かに。汚いね、汚いねだな。こちらの方が汚くないでしょうか。そうだ、確かに。汚いねだったらもうかなりいい線いってるよね。種にかかってるも全然あるんだよな。
かね。全然ある。思い思いのね、汚ねを集めてくださいましたが、はい。正解、こちらでございます。うわー、なんだこれ。泥だらけのマングローブのね。あ、でも汚いねは、なんか、汚い根の横に近いんだ。そうなんだ。一応、はい、ブロックか。持ってんだ。マングローブの根だけは持ってた。はいはいはい。ブロックの方だ。泥だらけ。なるほどね。うん。汚ねな、確かに汚いね。汚いねだ。汚ねだわ。それは。英語要素ないじゃん。さ、いいんですよ。いやいや、あ、まあまあまあ、オラリッシュですから、ね、オラリッシュ英語じゃないからね。まあ確かに英語ではないけど、そうそう、英語イングリッシュじゃないですか、オラリッシュだもんね、はい、オラリッシュですから。じゃあ配点の方、オラフ先生からお願いします。はい、いや、ドーズル君非常に惜しいですね、はい、着眼点めっちゃ良かったです。マングローブまでは良かったんですけどね。はい、7ポイントです。ありがとうございます。なんてかい、でかいんだよな、かすると、かするとでかいんだよな。ボンさん、オンリーくん、いやー、いい線いってますね。かなりいいです。ネを注目してくれたんですね。はい、はい、やーくーくー、8ポイント差し上げます。でけーな、高いね。マングローブより根が大事。マングローブより根が大事だ。そこが大事なの、うん、マジか、マングローブ当ててんのに、うん、読解ができてたね、2人はね。あ、そうか、まあ確か僕は切るとこ間違えてたからきっと根で、あ、そっか、同じできれば根も、確かに麺も根だからね。外れたな。いや、メン君、それ確かに汚そうですね、はい、あーくーくー、8ポイント差し上げます。あ、ね、根が大事だった、根が大事、根が大事なんだ、根ポイント上がってきたんだ、これ採点の基準が。分かった、まあ、確か採点の基準を加味するのも大事ね。これもう正解者20点くらいくれないと、これいや、いいんですよ、もうね、オラフ先生の塩梅なんで。まあ確かに、確かに塩梅だから。これすごいな。猫背先生、これ溶かせる気ないでしょ、これ。泥だらけのマングローブの根とか。いやでも、もうマングローブとかもうそのありのままなんじゃないですか。なるほど。いや、なんかね、スペル違っても伝わればいいかな。あー、確かに。うん、うん。あー、オッケー。あ、降りてきた。降りてきました。来たね、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 やっぱこれ来たねから来てる。そう、来たねから来たね、来たね、そう、泥だらけのマングローブのね、来たね。これでこれを表してるの。来たねです、来たね、来たね、泥だらけのマングローブの根です。あ、この根っていうのがマングローブの根にもかかってる。そう、そうです、そうです。違うでしょ、今僕が言ったからそれに乗っただけでしょ。いや違います、そういうことです。そういうことで、はい、来たね。それもこう短くコンパクトに伝えるんですね、コンパクトに。そう、オラリッシュは短く、そう、長すぎたら覚えられないか、もう、はい、もうみんなも覚えたでしょこれ、泥だらけのマングローブのね、来たね、来たね、皆さんも覚えて帰ってください。さあ、それでは途中経過見てみましょう。はい、現在、得点ドズル君19点、はい、はい、ボンチョル君18点、はい、そして、1位タイが、オンリー君と大原メン君の23点と。まあ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 、結構競ってますね、割とまだ逆転可能かな。最低基準ならまだあるよ、あの最低基準なら、うん、いい勝負ですよ。先生なんかね、0点全然つけないからね、うん、甘いか、甘いか、甘いから、優しいからね、結構ね、うん、厳しくしますか。いや、スイッチ入っちゃった。あ、スイッチ入っちゃった。それも全部ね、先生のもう気分でやっていいんだ。わかりました。はい、そう、それはそうだ。さあ、皆さん、それではね、次の問題に行きたいんですが、生徒皆さんに別途回答用紙が配られていると思いますので、そちらをご覧ください。あ、はい、回答用紙、さっきもらったやつか。それでは、次の問題です。はい、第2問目、次の文章をオラリッシュで訳しなさい。こちら全3問あります。え、日本語からオラリッシュへってこと。そうです、そうです、そうです、はい、うわー、むずそう。え、これごめんなさい、はい、はい、
ノズル君、はい、これオラリッシュはアルファベットですか、それともひらがなですか。アルファベットです。アルファベットだそうです。アルファベットで書けと。ただ綴りは信用しないでください。いや、それはオラリッシュですよ。オラリッシュ、あ、それはもちろん英語じゃないですよ。イングリッシュか分かりません。違いますよ、ね、オラフ先生を下ろせばいいんですもんね。そうそうそう、はいはい、自分に下ろしてね。はいはいはい、こちら全3問あって、全て10分間で解いてください。あ、全部で10分間、はい、あ、10分間、はい、3問をね。あ、3問を10分間で、はいはい、わかりました。さあ、それでは用意スタート。5分をスタート。5分を。僕は可愛いパンダに竹をあげたい、まあ、僕はだから愛から始まるだろうな、さすがに。愛、まあ、I want to から始まるか。バンブーが出てくるかだよな、竹が。いや、ウォントゥー出てくるかな。ウォントゥー出てこない可能性あるな。ちょっと待ってよ。ギブは出てくるでしょ。I want to give。 ギブが出てくる気がするな。はい、あげたいプレゼントを。いや、オラリッシュだからな。違うな、違うな、こんなのオラリッシュじゃねえ。愛かどうかもわかんねえな。ギブ、ウォント、ウォント出てくるかな。オラフ先生、ウォント出てくるかな。一応ウォント書いておく。あげたい、ギブ。ちょっとこれ普通にドストレートにやっていかんな。あ？おろせ、おろせ。おろすんだ。オラフ先生、おろすんだ。バンブーだ。オラ君がまず知らないワードを消していこう。竹あげる。パンダは知ってる。かわいい、まあ、かわいいわかるだろう。あい、ウォ、ウォント知ってるんじゃね。アイウォント、アイウォント、あげる。あげる。キュートパンダにするか。竹をあげたいでしょ。水とかにしとくか。ウィズ竹。なんだこれ。なんだこの分は。ボンさんは週に3回焼肉を食べていました。ボンだと思うな。ボン焼肉だろ。いや、どういくかな。オラくん、週に3回ボンゴー焼肉、ボンゴー焼肉。3出てくるかな。ボンジュールイート使うかな。ボンジュール、ボンジュールの食べた。いや、イートそのまま過去形にするのか。いや、もうどうしよう、やばい。オラ、オラリッシュ、オラリッシュむずいな。ボンジュールの綴りも出てこないかもしれないから、ボンにしよう。ボン、ボンにしよう。この出てよ。出て出て出て。もう出ないもん消していこう。で、過去形。過去形か。過去形。無理だろ。よし。あ、ミスターボンぐらいはありそうだな。まあ、過去形が無理でも普通のイットは知ってる呼びのこれでいこう。で、とりあえず困った時、あは絶対入れる。で、焼肉でしょ。ファイヤービーフとでも書いとくか。僕は、オーモピーちゃんと名付けました。あい。名付けました。ネームが出てくるんじゃないか。コールとかね。コールとかじゃない、ネームだろ。名付けました。 B。 オウムか、オウムか。あれ、じゃ違うな。じゃ違うな。名付ける、あ、ね、ネーム、ネームするか。はい、ネーム、オウム P ちゃんにしよう。オウム、オウム、オウムなんや。まあ、僕、あ、オウム無理だな。パロットは出ん。名付ける出るか。ネームと、ネームは出んか。あ、いい、名前とかにしよっか。はい、でピピー、はい、10分経過しました。はいはいはい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、じゃあ早速ね、回答1問目から見ていきましょうか、はい、見ていきましょう、はい、どうするくんのから順番に見ていきましょうか。あ、はいはい、僕は可愛いパンダに竹をあげたい。アイギブ、竹、キュートパンダ。ああ、解像度高い。いや、結構ね、いや、最初アイウォントゥーって書き始めたんですけど、いや、ウォントゥー出てこないかなって思って、
まあもうシンプル、シンプル、いやいや、それはその別にあれじゃないですよ。それひどいな。いや、シンプルがいいかなと思って。で、シンプル、はいはいはい、竹も、省いたんだね、バンブーよりも竹じゃないかなと思って、アイギブ竹ぐらいのシンプルさ。で、キュートパンダぐらいの、こう、直感に訴えかける感じで、今回仕上げさせていただきました。はい。ありがとうございます。はい、はいはい。なるほど。はい、じゃあ、舐めてんな。ちょっとじゃあ続いてどうぞ見ていきますか。まず行きましょう、はい、行きましょう。一旦はい、じゃあボンジュール君の答え。はい。I take for party パンダ。あープリティじゃなくてパーティー。パーティー。あプリティー。テイクと竹をかけて。プリティー出ない読み。テイクと竹をかけて。かけてますかけてます。はいはいはい。なるほど。あでも竹は一緒ですね、僕とボーガーね。えこれさ、2人ともピリオドないあたりそういうこと？よよよよよよ。オラフ君絶対、オラフ先生はつけないみたいな。そういやそんなわかんない。いやいやいや。はい、テイクフォーパーティーパンダ。パーティーパンダ。まあ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 。フォー。あるお先生どうしました？先生どうしました？もう何にもありません。あ何にもありませんね。ついに出ちゃいました。うんうんうん、ネイティブだから。じゃあ、あのオンリー君の回答見ましょう。はい、こちら I want to give 竹 to cute panda。 おこれやっぱなんかこの want to はなんとなくその過去の記憶から出てくると思って、はい、であと2とか使ったら、はいはい、なんか困った時パッとまた2出てくるかなと思って2個入れたんすよ。2が2つね、困った時2つって、うん、2あると思う、ね、いやでも僕とかなり似てるね。うん、ギブ竹とかキュートパンダとか竹はね、やっぱ竹はバンブー出てこない、バンブーじゃないだろうとね、出てこない。はい、オンリー君の回答ありがとうございました。じゃあありがとうございます。はい、最後大原メン君の答え、はい、見ましょう。 I want あげるキュートパンダ with 竹。あげる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 か。なんかチェックしてるけど、チェックチェックついてる。これは何、この文法を、あのこれはですね、はい、僕あのよく見てほしいんですけど、オラリッシュってあるじゃないですか、うん、オラリッシュ、イングリッシュじゃないんですよ。いやそうだよ、だから、うん、おそらくこのワード知らんやろってやつにチェックをつけました。なるほど、なるほどね。あ、はいはいはい、そういう解き方か。いやこれ攻略だな、はいはい、あげるか、あげるね。であとはあげるあるな、あげるあるな、知ってそうな、あげるだわ、これあげるだわ、接続詞をつけて、はい、あとイラストをつけることで解像度上げたっていう。あギブないか、まあ先ほどね、泥だらけのマングローブの根が汚ねになってたんでね。来たね、まあ、もしかしたらかなり鋭い、ね、いや鋭いな、あれあげる、いや、うまい、うまい、一つして、竹は竹なんだね。竹は竹、本当だ、本当だ、4人とも竹は竹でしたね。竹は硬いか。じゃあ見てみましょうか。それではえどこに出るんですか、正解、正解出してください、こちら。あいあいWant. Oh, I want. I want. いいですよ、なんかぽいですよ。ぽいや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 。お？ぽいでしょ？ぽいぽいし。いいよ。ここまでぽいでしょ？あれなんかすごい。あげるって何？ギブか。ギブじゃない？ギブ。あいい、あいい、相当いいんじゃない？いいんじゃないですか？あいいいいいい。普通みんな勉強になっちゃうかもな。Give you. I want to give you.プリティ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 パンダ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 、これでいいのか、パンダいいんじゃないんですか、これ。いや、あの、オラフティーチャー、あの竹が出てきてないです、これ。え、竹が出てきてない、竹が。ああ、ちょっと忘れてたのよ。何をあげたいか、かわいいパンダに、ね、そう、あ、そっか、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、okay? ちょっと待ってね、ユー、okay. じゃなくてプリティパンダ、プリティパンダ、プリティパンダ、うん、で、竹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 は確か竹じゃないんですよ。いや、あ、あのオラリッシュじゃなくて、あの英語だとね、英語だとね、確かバンブーか、そんな感じだった気する。バンブー、はい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 、
バンブバンブ。バンブ。合ってる合ってる合ってるよ。こんこんな。スペルはわかんない。バンブー。猫先生。うん、いやいいんじゃない。バンブーバンブー。I want to give pretty panda バンブー。オッケー。よしよしよし。バンブーもうびっくりマークもつけちゃう。Okay、ああもう伝わった。バンブー。これでもこれいいんじゃん。リアル伝わる。リアル伝わる。伝わる。よし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 。え待って。わバンブー出てる。バンブー出てる。バンブー出てるだと。お前誰だ。先生一回あの読み上げてください。オラフ先生。I want to give pretty panda bamboo。いや正解、これ正解だわ。バンブー出たか。オラリッシュ正解だわ。そのノリと勢い。はいはい、うん、あノリと勢い大事か。最後にバンブー言いたいわ。バンブー。バンブー。I want to give pretty panda bamboo。おおはいはい。おおイエスおおイエス。これは採点が入るんですかここから。はい、じゃあここからはいあの、はい、オラフ先生。ドズル君が順番に点をねあの1から9で与えてってください。ドズル君、はい、私がワン、ツーを知らないと。いや違う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 、何ですかバンブーも知らないと。いや違うよ違うよ違う、省略系です。先生何ですかそれは。英語にも省略系があるじゃないですか。はい、 I will を I'll って言ったり。なるほど、ワン、ツーはもう省略系かなって思ったんです。オラリッシュにおいて。なんか知らないみたいなこと言ってませんでしたか。かなりちょっと私怒ってます。いやいや I give 見せてみてください。 I give パンダ3点です。厳しい厳しい厳しい。そうなるよ。そうなるんだ。そうだよ。いや相当辛口だ。次ボンジュール君。はい、タケテイクとタケをかけたっていう高度なオラリッシュを使った。確かに。何もないのよ。いやないのよ。オラリッシュ。確かにな。いやコードもテールもない。先生の正解なんだから。先生ならそこまで言ってくるだろうっていう。なるほど。私の気持ちを代弁してくれたんですね。ちょっとあの一個それよりもパンティが気になって仕方がないんですけど。私パンティ。先生先生ボンさんあのプリティかけんやろって言ってましたよ。え？プリティかけないからパーティーって言ってました。じゃあ僕がかけなかったからパーティーにしたんです。本当ですか。僕がかけなかったからパーティーにしたんです。はい、ちょっとこれは怪しいですね。楽しい楽しそうでしょパーティーパンダ。確かに確かに好きです私。あ楽しそう。5点あげます。パーティーレッツパーティーレッツパーティー。勢いだなもう。まあ勢いで決まるからね。オラリッシュ。続いてオンリー君の。オンリー君。おワンツー分かってくれてたんですね。いやかけてないじゃん先生。ワンツーツー抜いてんのよ。あツーはどういうことですか。ツーはオラリッシュないですよねそんな文法。どういうことですかというかないもんねだってね。ないです。オラリッシュにはないよツー。ないですツー。確かに。これはないのはちょっと、ま、しかタケまた出てるタケ。いやタケいやもう先生はかけてるけど自分はバンブかけなかったんですよ。なるほど。さっき何でもツーつけときゃオラリッシュになるって。何でもツーつけや。舐めてましたよ。先生はなんか口がツーで気に入ってるみたいなこと言ってた。僕私がトゥートゥーみたいな感じでずっと言ってると。言ってました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 。オーリー君4点4点ありがとうございます。4点。オスロ君より高いんだね。はい、ちょっと合ってたんでねいろいろね。じゃあ最後大原メイ君。大原君はい。あしかも何あげるあげるあげる何ですかこれあげるって。先生チェック見てくださいチェックを。なんかチェック入ってますよ。これ竹とあげたい。何ですかこれ。重要ワードですがな。わからんか。さっきこれは知らないだろうって言ってました。これは知らない。オラフ先生がね。はい、オラフ先生が知らないと。でもあの答え見てくださいオラフ先生。はい。何ですか。アイボンって一緒っす。確かに。そこだけじゃん。そこだけ。確かにそこだけですね。アイアイボンキュートパンダ。あもうこれいやいやプリティーパンダあげるあげる問題であげるから、ね、俺はね俺はだったら正しい英語スペルを持ってくると思ったんだけどそうキュートもさほら一緒や
まあこれはそうですね。ゲルだよ。ああもうこれはもう4点です、4点。ちょっと今回厳しめでいかせていただきました。厳しいな、だいぶ。人が変わったな。ああなんか変わったな。さあではちょっとこんな感じでいきますよ。はい。はい、はい、では2問目こちらでした問題。ポンさんは週3回焼肉を食べていました。はいはいはい、はい、うん。では皆さんも回答出揃ってると思いますので見ていきましょうか。はい。では、はい、ドスル君のから。はい。ポンさんは週3回焼肉を食べていました。こちら。ボンゴー焼肉シューさん。わあ、バカにしてる、バカにしてる、バカにしてる。違う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 。ドスルくん。はい、どうしました。ドスルくん、もう、わーっとで聞きますよ。いろいろ考えた、いろいろ考えた。これはひどいよ、これはひどい。いろいろ考えたんですけど、ボン、まず、まあ、ボン、ボンはボンかなと思って。うん、ボン、ゴー、焼肉、シューさん。この勢いがやっぱすごい。これもう点数言っていっていいですか。いやいや、これ言っちゃうわ。いや、まだ正解を見てからにしましょう。そうしますか。これも逆に先に正解を見てから行きます？あ、それでもいいですよ。ね、それだったら確かに。それでいこう。それはいいね。はい。じゃあちょっとスタッフさん、正解出してください。これ。はい。ボンさん。ボンさん。食べていました。食べる。うん。食べるってイートでなんですよ。イートね。うん。過去形がね、なんか変化してた気するんですよ。ああ。なんだったっけ？やる、わかんない。なんか、こんなんじゃなかった？当て。当て、当て。ポンさん、当て。焼肉は焼肉ですよね。週3回。うん。スリーウィーク。スリー、三。三回、はい、週3回スリー。3週間になっちゃうこれ。3週間。ボンさん3週間焼肉食べてたになっちゃうこれ。ボンさん3週間食べ続けてた。になっちゃうか。あ、待って。これ、イン入れたらどう？イン入れたら。3 in weeks。おこれ、ぽくない？ぽい。ぽい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 。これでいこう。このままでいいんじゃない？このね、書き方もこの、後からイン入れたっていうのが。イン入れたっていうの伝わって。週3巻出てる。週3巻出とる。よしよしよし。Okay、これで行こう。お、来た。お、来た。じゃあ、ちょ、じゃあ、先生、読んでください。ボンさん、あて、焼肉、スリーインウィークス。あー、スリーインウィークスね。はい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 。あ、それ踏まえて、さっきのね。ちょっと待って、意外とちゃんと英語だな。はい。オラリッシュですが、今の自然では、いやいや違う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 、意外とちゃんと英語って言いました。ちゃんと英語って、ちゃんと英語って、いやいや、まあ、英語のねルーツは近い言語ですか。先生見てくださいこれ、焼肉合ってますよ。バカにしてますか？いや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 、焼肉、焼肉。あー、なるほど。だミートとか、まあ、そうですね。そうそうそう、そんななんか焼肉ちゃんと合っててますんで。シュウさんが気になってしゃあないんですね。シュウさん、シュウさん、シュウさん、庶民的なもんでしょ。スリーインタイムズとシュウさんは、これは原点かな、やっぱ。いやいや、さっきのバンブーもそんな感じでしたよ。なんかバンブーみたいな、うん、なんて点数つけちゃいましょう。はい、これ点数つけちゃいましょう。これ、これはもう5点でいきます。5点。意外と高いそれ。もうね、3点の勢いだったよね。3点の勢いだった。よかった。はいはい、ではボンジュール君の答え。いいですか。はい、はい、ボンジェーミートボンボンボン。これは0点0点0点。これ相当バカにしてきてるよ。これはちょっと聞きましょう。これはちょっと聞きましょう。聞きましょう。説明を、説明を、説明聞こう。まず、まあまあボンジュールじゃなくてボンジェーって訳して、はい、ミート、肉ね、肉を3回焼いたっていうので焼いてボンボンボンでシュウさんは笑してるんじゃないかっていう。やっぱインスピレーションでやっぱりイメージで、ね、大事にするから。オラくんはそれで僕のシュウさんバカにできたの。しかもボンジュールのボンジェートかけてますから、ボンボンボンを、ボンボンボン焼いた感じよね。あ、リズム感ね。確かにリズム感あるな。そう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 。ああ、もう分かりました。点数決めました。はい、ボンボンボン3点です。
切れましたよ辛口。いやもう厳しいな。もう10個返したら10点もらえるわこれ。ボン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 。オンリー君の回答を見ましょう。いやこれね8点はもらえると思いますよ。マジ？嘘？嘘つくな。じゃん。ボン。イート。焼肉。3 a week。おお。はい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 。これはかなり近いんじゃないですか？確かに。近いですね。当て当てじゃないよでも。ハブかハブかハドか迷ったけど、はいはいはい、こうしました。なるほど。あとでもこの辺は3回はちゃんとなんか数字で書くか英語で書くか迷いましたけど、うんはい、いや結構似てませんこれ。いやこれは結構似てますね、まあ、もちろん8点、はい、8点あります。8点深刻性かもしれないこれ。これ申告申告した方がいいぞこれ。10取れるぞ。さあそれでは大原メン君の回答。僕のはいボンさん焼肉行きたい。ミスターボンジェゴーゴー Eat a fire beef Behold 3 weeks。 この3のスペルとかもいいね。いい味出てるね。 T 書こうとして S になってるぞこれ。あえて変えたね。メン君、メン君、週3の上になんかまたチェック入ってますね。間の上にもこれ、これは何ですか？本当チェック入ってる。チェック入ってるな。いや、要チェックや。なるほど。いや、これ言えないだろう、チェックだろう。オラリッシュに、すごい線引いてるぞ、オラリッシュに。引いとるね、これね。これ引いてますね。ここが重要だよっていう線ですがな。どう見てもそうにしか見えへんがな。まあでもこの並びというかこれは合ってますね。確かに。これで合ってる。合ってる合ってる。合ってる。分布合ってる。分布合ってる。並びが合ってんのこれ。ああまあこれはそうですよ。6点で生かしていただきます。ああ6点。高いよそれ。いや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 。ええ。ドズル君の回答もう一回見てみましょうかじゃあ。いや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 僕も合ってるよ並びほら。いやいやいや、ボンジュール君とか やばかったけどね、ボンジュール君。うんこ焼肉シューさん。まあまあ、でも難しい、ね、難しい。先生次第ですか。やっぱむずい。まあ先生が神様だからね、今日。まだあります、まだあります、まだあります。じゃあね、この第2問目の、最後の問題ですか。3問目、はい、はい、出してください。はい、僕はオウムをピーちゃんと名付けました。うん、これはいけるんじゃないんですか、ピーちゃん。じゃあ、オラリッシュを見てみましょう。あ、もう正解を正解見てから行きましょうか、もうね。まあ、とりあえず、はい。名付けるって何？名付け、まあ、あげるにしようかな、またギブとかで、ギブネームとかどう？ギブネーム、あ、いい、まあ、伝わる普通に伝わってきたぽい感じで、I give name オウム、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 ピーちゃん、なんかちょっとなんだっけ、アポストロフィーなんか、そうそう、なんかこれどう、おいやいい、I give name of ピーちゃん、あ、これ過去一伝わるかも今日、でしょ、I give name of ピーちゃん、おう、オラリッシュ、オーケー、よしよしよし、じゃあオラフ先生お願いします、I give name of ピーちゃん。おかなりシンプルだね。シンプルシンプル。シンプルだ。はい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 。いやこれ言ったかもしれない僕。100点だ。文法は綺麗ですよね。100点、はい、ついに100点出るか。ドズル君から見ていきましょう。私の回答こちら。I name P ちゃん but。おーおー、なるほど。いや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 、ネームP ちゃん but。 いや。オウムっていうのね、やっぱバードって。あ、バード、はい、いや悩んだんですけどね、かなりぶっちゃけ、うん、バードにしました。ちょっともっとうろたえてるから攻めてみて、はい、ドズル君が今ちょっともっと聞いてみ てる、うん、何かなんかもっと聞いてみたら、そうです ねこれオウムかけないと思ってたんですか。そういけいけいけ、聞いてみろ。うん、オウムって綴りこうじゃないっすよね。え、いやいや、オラリッシュですが。あー、ごめんなさい。いや、オラリッシュ知らんか。違う、よりち的にバードって書くかなって思いまして、うん、より知的って知的じゃないみたいな。確かに。違う、なんかボロが出てますね、これ完全に。違う、いや、見てください先生、このシンプルさ。 I name P ちゃんバード。まあ確かにシンプルですね、うん、これでも結構僕気に入ったんで7点あげます。7点気に入った。
はい、気に入れました。しめしめしめ、シンプル。気に入るかどうかは大事だね。気に入るかどうかだから。じゃあボンジュール君の回答を見ていきましょう。叩いてたボンジュール。いやいやいや、シンプルですからやっぱり。はい、シンプル大事です。オラフ君は訪問をこうやって言います。OM is pizza. OM OM is pizza. Pizza. OM is pizza. OM is pizza. シンプル。ピーちゃんのいい多いな。ピーちゃん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 。シンプル。シンプルだやっぱ。まあ、それ確かにかなりシンプルだな、これは。かなりピーちゃん。文字数がね、ワード数が少ない。すごいな。どうですか ?OM、OM。OM、OM。かっこいい、かっこいいでしょ、OM、OM。見たことない単語だ。11文字ぐらい。確かに、全部単語。OM 優秀だ、かなり。OM is ピーちゃん。確かに、まあそうですね、7点差し上げます。ありがとうございます。嘘、最後ガバいぞ。3問目ガバいぞ、これ。優しいね、この問題ね。シンプルね、優しい、うん。はい、じゃあオンリー君の答え見ましょう。いや、7点は欲しいですけどね。いきます。I name OM Pizza。 おお、これはいいぞ。おお、え、でも何これ、シンクロしてる。シンクロしてる。オンリングしたか。いや、してない、してないですよ。見てください、この伸ばし棒も一緒なんですよ。伸ばし棒も一緒、うん、ピーちゃん。いや、でも愛がない、愛がない、愛がない。確かに、オウムの綴りも間違ってます。オウム違います、違います、うん、オウムだ。あ、確かオムにね。オムだ、これオムだ。ちょっとボンジュル君、あなたは OM であったじゃないですか。何でね、訳して OM で7点もらってる人が、やっぱ周りは気をとかしてね。OM で7点もらえるなら確かに、うん、これはどうですか先生。いや、でもこれはこれはもう、でもこれ8点ですね。これ素晴らしい。おー、ありがとうございます。おー、強いな。オンリー平均点高いわ。さあ、それでは最後、大原めんくん見てみましょう。はい、3問目。 I name the pigeon for OM。 ピピプー。おー、ピピプ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 ー。おー、なるほど。バナナ、またまたチェック入って、チェック入って OM と名付けるみたいな。またちょっと何ですかこのチェックは。いや、14ポイント、ポイント、14ポイント、ここね、よく14点だね。でも名付けましたってチェック入ってるけど、ネームズになってるからね。オーナーより全員違うやん。ネームズじゃないです。え？名前と名前とだ。かなり挑発的なね、いや、挑発的ですよ、これは。名前とか取った。ちょっとね、どうですか。いや、でも先生、はい、大原くんは正直者です、今。確かに。みんながネームドって思ったのに、ちゃんと自分で名前ドって言いました。自分で言ったもんね。うん、いや、これは確かにそうですね。あー、くーん、非常に悩ましい。そういう正直さとかも加味されるんですか。どうなんですか。正直さ、いや、加味されます。されるんだ先生、嬉しいです、こんな正直者がいてくれたこと。なんでもあり、なんでもありだな。オラフ先生、オラメンくん、5点です。全然か、ぶち切れとるやん。神さんでも5点だった。ダメです。名前とダメか。名前とダメか。ちょっとまだ問題ありますからね。まだありますから。危ない。次の問題、回答用紙から、出題になります。次のページ開いてください。はい、第3問目。今度ね、あの逆に、英文を、どういうふうに和訳したかになります。はい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 。オラリッシュ全く関係ないですよね。英語の問題じゃないんですか、これは。え、何のことですか。いや、英文を日本語しましょうって、これオラリッシュ。あ、まあちょっとこれは例ね、あの、あ、これね、あれだよね、あれだよ、まあ、オラリッシュも、オラリッシュも、いろいろあるんですよ。あ、いろんな形があるんだ。いろんな形があるから、うん、ちょっと発展したね、時のやつですから、これは。はい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 、はい。これ、後で変わってるかもですね、オラリッシュに。だからもう英語とかじゃなくて、和訳ももう問題出ますから、オラリッシュ。そういうことが、英語から日本語にするのもオラリッシュが必要なんですから。オラリッシュです。そういう時代なんだ。
オッケー。そうそうそう、そこはもう突っ込まれちゃうとね、はい、あれだから。わかりました、頑張ります。はい、頑張ります。今回は2問すべてを5分間で解いてください。5分短い。はい。5分、はい。頑張ります。頑張ります。さあ、それでは回答タイムスタート。スタート。いやー、ちょっと思ったよりちゃんと真面目に解いてきてるな先生。やりに行ってないな完全に。だから絶妙なラインをしないといけない。Shall I tear your plate off？ これどういう意味？僕も全然わかんないんだけど。なんとかしましょうか。Shall I tear？ Shall I がShall I いけるかな。Shall？シャルさんじゃないこれ。わかんねえよ。これがわかんねえよ。え？むつ。絶対出るわけないやもうこんな。え？シャルアイだから疑問形でしょ？でしましょうかみたいなやつだから。ティアって泣くか咲くとかだけど、これパンチギ？パンチギかこれもしかして。あ、わかったこれ。あ、わかったわかったわかった。これすごい。パンちぎりましょうかでしょこれ。え、すごい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 。まあ日本語訳和訳だからさっきよりもよりみんなスムーズにね。そうですね、解いてくれるでしょうね。うんうんうん。ただちょっとなんかかなりボンジョル君が大喜利っぽい感じの回答が気になるんで、何が飛んでくるかね。かなり確かにもうボンボンボンとかもうね、ちょっとかなりねバカにしてきてるからね。バカにしてきてるこれ本当に。そうだよね。 I want to be muscularJust like Dozle。 私は Dozle さんみたいにマッチョになりたい。 I want to マスカラ Just like Dozle。 マスカラ、違うマスカラじゃない、マッスルか、マッスル。普通に和訳したら Dozle さんみたいにマッスルになりたいやけど、これ割といけんじゃないの。私はなり、want to マスキュラーわからんやろ。マスキュラーをマスキュラーなんて訳そうか、どうしようかな。はいはいはい、おっと、あ、ぴったり具合でみんな出揃いましたね。オッケーです。オッケーオッケー。さあ、では次の英文オラフは、どのように訳したでしょう。1問目こちらでした。はい、オラフ先生、読んでください。Shall I tear your bread off？ さあこちら、オラフ先生がどのように和訳したのか、回答こちら。 tear ってなんか涙とかな、そんな感じだった気もするんだ。 tear 私と一緒にオフで感動しませんかみたいな。何オフで会って私と一緒にオフで感動しませんか。あ、私と一緒にちょっとオフでちょっとオフって、あ、何これブレッドオフって何なの一体。ブレッドこれなんだ、この単語なんだろう、なんだこれ。まあまあ私と一緒に、うん、ブレッドオフ、これあれ、あ、パンとかじゃない？パン。パンか。パン。違うかな、わかんない。いや、なんかパンも気する。で、私もいらない気するな。うん。もう普通に。もういらない、もはや。もういらない。もうあなたの。誰だの？あなたのパンを。うん。オフで。オフで？あなたのパンを。ブレッド、あー、オフいらんな、これオフいらん、これは、これは、引っ掛け、引っ掛け、うん、いらない文章が入ってる、これオフいらん、あー、いらんのに入れてんのか、これ、うん、よくな、よし、引っ掛けか、あなたのパンを食べて、あなたのパンを食べて、食べて、食べてどうなっちゃう、え、おいしい、ティア、そうそう、あなたのパンを食べて涙、うんうん、流しましょう、流しましょう、流しましょう、あなたのパンを食べて涙流しましょう。ちょっと普通の精神状態じゃない
なんか、はい、危ない思い出のパン、そう、うんうんうん、あなたのパンを食べて涙流しましょう。あなたのパンを食べてそっちか涙流しましょう。そっちか、はい、ね、でもまあ8点はもらえるかな。まあ、そうですね、これパン、いや、イラスト付きだ、イラスト付き、美味しすぎて涙流したみたいなこと。そうです、そうです、先生よくわかってますね。一人性もやっぱりありましたね。ブレッドいけたか。ああ、ちょっと不安そうな声も聞こえてますか。聞こえてますね。いや、僕自信ありますよ。はい、じゃあドズル君から見ていきましょう。はい、はい、シャルさんはあなたのパン狙ってます。バカにしますこれは。シャルさん、あ、シャルさん、いや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 、シャルさんはあなたのパン狙ってます。誰ですか、シャルさん。誰、シャルさん、誰かですか。シャルアイが、いやいや、やっぱそのシャルにやっぱ引っ張られるかなって思って、シャルさんはあなたのパン狙ってます。減点では。どうですか？シャルさんはひどいな。いや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 。パンは合ってます。パンしか合ってないですね。これあなたのパンしか合ってないです。あなたのパン。あなたのパン言ってますからね。うん、いやこれはですね。これはシャルさんちょっと面白いですね。僕は気に入ってますね。気に入りポイント。おおや。いやオラーリッシュだったらあり得るんでこれ。シャルさんいいっすね。まあそうですね。まあそう、まあ、ちょっと待ってくださいね。あ、結構ね、オラーリッシュの中でも、ね、うん、難しい採点だと。まあまあ確かに。うん、まあ、こちらはそうです、まあ、4点でいかせていただきます。4点もくれるんだ。シャルさんはひどい。4点もくれるんだ。シャルさんはひどい。いや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 、うん、で続いてボジュール君の見てみましょう。あ、いいですか、いいですか。これは方向性がちょっと違いました。お、ちょっとなんかね、前置きが、うんうん、オラリッシュっぽく、はい、はいはいはい、はい、どうぞ。あなたの血を分けてください。ブラッド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 ね。あ、いやでもかなりいいけどなこれ。あなたの血を分けてください。なるほど。すごいね。これなかなかの回答ですね。なかなかの回答だねこれ。あなたの血を分けて。なかなか言わないでしょ。言わないですね。あなたのヴァンパイアになった気分ですね。追い詰められた状況ですね。どうですか先生、これは。これ先生、そうですね、5点差し上げます。あれ、嘘、5点何も合ってないじゃん。あなたの力、あなたの力、あなたの力合ってないのに。パンとかもないけど、5点だね。いやいや、いいでしょ、これのこの文がいいもんね、なんかね。いや、もうわけわかんないよ。ひいそうですね。ひいそうってなんだよ。オンリー君のじゃあ回答見てみましょう。じゃん、パンチいりますか。それ英語じゃねえ。これ英訳じゃん。これ英語から日本語じゃん。和訳しただけ。シャライとかなんかちょっと丁寧な感じとか、ブレッドもね、あの大浦先生ちゃんとパンという単語出てきたので、あー、これね、かなり和訳できるんじゃないかと、ね、オラレッシュとしての英文ですから、はいはい、先生にちなんだ単語なのかなと思って。さあ、どうです、ちょっとこういうね、あの本当のちゃんとした回答っていうのはどう処理されるか。本当したちゃんとの回答とは。そうですね。うん、ね、どうこれってパンちぎりますかって言うんですね。初めて知りました。フランス先生の侮辱だこれは。そう、これね、そうですね。いやこれは先生ね、ごめんなさい、ちょっとこれ英語ですか、ね、これイングリッシュなんですか、これは。パンチギリ、ね、イングリッシュから、ああ、もう分かんない、まあ、もうちょっと多分シャルアイとかで、あ、なるほど、丁寧にもっと言ってもいいかな。オッケーオッケーオッケー。でももうこれは答えですよ。答えなんですね。うん、和訳だよ。早くイングリッシュなんだ。うん、イングリッシュだね。でもオラリッシュだからいいんで、いいんで、先生の思うやり方でいいんで、まあ、そうだよね。オラリッシュに和訳しましたか。あー、まあちょっと問題文読み間違えたかな。オンリー君2点。2点、いや、ちょ、2点です。2点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 
全くわからなかったです。これはこれは全くイングリッシュ、イングリッシュ、これはイングリッシュ。シャルさんと血に負けるのに屈辱すぎるだろう。ちょっとやっぱね、オラフ先生のわかんなかったっていうこれは全然コンプレックスを刺激したからね。コンプレックスを刺激しちゃったんだ。怒りだね、うん、あ、ほら落ち込んでるから。やっとやっと傾向がつかめた。トラウマを強化が違うよ。強化、確か英語だったら満点だったね。オラリッシュだから今難しいなバランスが、はい、さあそれでは、大原めんくんの回答見ていきましょう。はい、私の回答やったかシャルと私はあなたのベッドでお茶をします。またシャルさん TT なんだ。いや、その着眼点すごいな。シャルさんまた出てきた。どうですかこれは。シャルさん再登場。そうっすね。すね またシャルさんが来てくれましたね、ここにも。やべ、かぶったと思った。ここでちょっと、どんなの回答をもう一回見てほしい。あ、オッケーオッケー。僕の回答と合わせていきたいんですけど、これはサイドストーリーです。おう、なるほど。何サイドストーリー。シャルさんはあなたのパワーを狙っているところから、はい、こっから繋がったんですよ、シャルさんと私は。ああ、私とシャルさんが、私とシャルさんが、なんで僕の回答と繋げてんの。はい、そこから、はい、なんかルームメイトのベッドの上でじゃあお茶しようってなってこうなったんですの。僕は、はい、行きました、はい、仲良くなったってことですね、さらに。そうです、ファンからの。なんかどうなんだ、どうなんだろうね、いいコラフ先生はどう思うか。これだってブレッドをベッドって訳してるわけですもんね。ブレッドもわからんだろうと。なんかそんなこと言ってないですよ。あのメックン、今のはちょっと、いや違う、ブレッドがベッドになってるから なってるからね。でもね、うん、いや俺ベッドかと思ったもん。ベッドやん、俺飛んだってベッドですやん。いや長いだろベッドにしては。あれ、ということはもしかしてメン君はあなたしか会ってないということですか。そうです、そうです。あなたの部分しか会ってません。シャルと私は、まあ、私とあなたしか会ってない、はい、お茶をしますね。でも全員そうだけどね、僕もあなたのファンしか会ってない。でも聞いてください。お、なになになに、お先生ちょっとシャルさんまた登場してくれて僕は嬉しいです。あ、嘘。4点差し上げます。4点。うわもうオンリーぶち切れていいぞもう。いやいや、これはオラリッシュなんで。真面目か、真面目か生徒。さあここからですね、あの採点が、あ、見えなくなった。そう、採点がね、ちょっともうあの見えない、はい、感じになりますので。そっかそっかそっか、はい、本当だ、争ってたか。争ってますよ皆さん。いや、ぶっちゃけ点数より回答が面白すぎて。うん、オッケー、頑張ろう。さあさあさあ、続いての問題いきましょう。こちらでした、いきましょう。ホラフ先生お願いします。 I want to be music マッスル、ムーサマッス、これマッス、いいんですよ、いいんですよ。マスキュラージャスト、マスキュラージャスト like those ミュージックって呼ぼうとした。ちょっと怪しいっすね、怪しいな、ちょっとマスキュラー、マスキュラー、マスキュラーって呼んだ。ちょっと読んでみただけだよね。ちょっと読んでみただけです。怖い怖い。待ったらマスキュラーいけたから。ああ、そっかそっか、確かマスが出てきた、うん、そう。それでは、オラフ君の、回答こちらでした。私はなんだこれ、私は私はドズルのような、うん、ミュムムムムムムズムムムムムムこれムズ、これなんだろうね、ムスキュラ、うん、マスキュラ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 や、これマッスルじゃない、マッスルだ、マスキュラ、マッソマッソ、ド、私はドズルのようなマッスルボディになりたい。え、これ本当に正解書いちゃったんじゃない？これ。いや、やっちゃったかも。これやばい、これ。やばい、これ。終わらせちゃった、これ。いや、完全に正解だろ、これ。ああ。もう絵も描いちゃう、もう。もう絵も、もう描こう、描こう。もう絵も描いちゃうわ。オッケー。オッケー、いいよ。これ笑いなしでしょ、これはもう。これはいいでしょ。ああ、これはいいよ。私はドズルのようなマッスルボディになりたい。おお。
はこれ何か文句あるの、文句あるの、何かある、何で文句、いやミュージックって呼んだやつがマッスルたま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 今日はそういう、今日はそういう、今日はそういうことよ、今日はそういう日か、今日はよ、今日はマッスルボディね、まあちなみに毎回これ解いた時に最初ミュージックで呼んでて途中でマッスルと気づきました。ああやっぱザーザー、ほん本当に解いた時も同じ流れだったんだ、気づきがあったね、あ気づき、はいはいはい、学びで学び、学びだな。さあそれでは回答を見ていきましょうか。はいはい、ではドズル君の回答から聞かせていただきます。はい、私の回答こちらです。私はドズルさんみたいにマッチョになりたい。おお、これはほらすげえすげえ、私はドズルさんみたいにマッチョになりたい。ドズルさん、はい、パーフェクト、10点差し上げます。10点差し上げます。初のパーフェクト、強い、これは確かにね、文句ないでしょこれ。文句ないで、結構ねこれね、パーフェクト人多いかもよ、はい、うん、これそう、結構難癖つけようと思ったけど本当に感動だから何も言えね。はい、じゃあ初の10点は今日飛び出しましたが、あ、ありがとうございます、ね、はい、うん、まさか出るとは、いや僕も多分パーフェクトいけると思います、お願いします。で見てみましょう。ドズルさんはまさにマスカラをマッスル。これはちょっとあの理由聞いてみましょう、理由聞いてみましょう、聞いてみましょう。マスカラをマスカラをマッスル、もうすべてこの、まあすべてこのマスカラよ。いやいやいや、なんでマスカラ、すべてはこのマスカラ、マスカラ、なんで2回使ってるマスカラ、マスカラマッスル。メイク、アイメイク持ってるってこと？そう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 、じゃあの持つマス、持つマスカラ、あのサンバ、サンバとかですね、マスカラでしょ。まさにマスカラだ、マラカスだよね、マラカスだよね、マラカスだよね、マスカラ、マスカラ、マスカラは化粧用品じゃないよ。そうだそうだ、え、どっちなんですか、どっちなんですか、どっちなんですか、マラカスです、これマラカス、まあ間違ったんですね、消えちゃった消えちゃった、マラカス、マラカスだ、マラカスだ、マラカス、カキマラカス、ごめんなさい、これカキ、これ許して、これ許して、まあ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 、特別ですよ、特別ね、まあそうですね、これはちょっとまずくないですか、マラカス、うん、え、何がまずい、何がまずい、シャルさんは許されてマラカスは許されない、うん、え、マラカスをマッスル、ま、もうするでしょ、わけわかんない、4点差し上げます、4点、4点、あ、4はもらえるな、4点取るのうまいな、ボンさん嬉しくないんだな、さっきも4点なの、4点ね、さあちょっと行ってみますか、オンリー君も、これは私もパーフェクトです、はい、この直訳という意味で山張っててよかったです、はい、ドズさんみたいにマッスルになりたい。おお、はい、はい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 、オンリー君パーフェクト、10点差し上げます、やべえな、これでかいな、10点、さあじゃあ小原メン君の回答も見てみましょう。いやなんか納得いかねえな、どうしたんですか、俺はもう真面目にやっぱオラフ君下ろしてたんで、はい、うん、はい、いくよ、私はドズルを好きになれるようなマスクが欲しい。本当だ、マスクだ、マスクだね、これマスクだ、マスクだ、本当だ、マスクはマスキュラーから来たってことですか、そう、マスク、 M-U-S-C-U、ね、マスク、あ、マスクだ、本当だ、で、I want だから、マスク欲しい、あ、確かにマスク欲しいだ、言いくるめられないで、すごい話術だぞ、これどうだ、うん、これ全然違うからな、答え何が全然違うよ、冷静になれ、冷静になれ、冷静になって、黒板と見比べて、ほら、先生、どうドズルしか合ってないからな、私はドズルのようなマッスルボディになりたい、私はドズルを好きになれるようなマスクが欲しい、ほぼ合ってる、確かになんか、なんか合ってそうな気がしてきましたね、これ、ね、あ、これそう、先生次第よ、先生これもね、先生これ超ですね、これ5点差し上げます、5点入った、でかいな、でかいね、まあ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 、5なら5なら納得だな、あ、疲れた疲れた疲れる、疲れるわ、さあ皆さんね、お疲れのところだと思いますけれども、はい、第4問目いきましょう、はい、はい、え、最終ですか、第4問、じゃあ最終です、これは最終です、何やるんですか、ラスト、
はい、なんですか先生これは。オラフ君は次の英文を読んでどのアイテムを持ってくるでしょうということで、今からそうです。はい、これから黒板にですねマインクラフトのアイテムを説明する英文が出てきます。オラフ先生をガチ焦りしてないか、うん、はい、そう、オラフ先生は何のアイテムなのかを予想して取ってきてください。わかりました、はい、これ僕たちは、はい、僕たちは、これはもう予想するっていう感じですね。はい、わかりました。オラフ先生は、アイテム探しの間サバイバルモードになります。ほう、わかりました。ただ教室にあるねこのボタンを押せばいろんなところに飛べますんで、うんうんうん、はい、では、早速いきましょう。第8問目、はい、でも僕たち読まない方がいいですね。読まない方がいいな、うん、そうそうそう、みんなもうちょっとヒント出したらいいですかね。これは僕はもうミュートせず読んでもいいんですか先生。いや、でもこれミュートの方がいいんじゃない。だって読んだらそっちに入っちゃうから、ね、まあ、それぞれみんなミュートですかね。あ、OK、じゃあ5分を。あ、じゃあ5分、うんうん、植物でしょ、花、かわいい、フライドエッグ、卵焼きに似てる花。オラフ、いやでも意外と英語でできること分かったから。植物で花で、フライドエッグだから目玉焼きに似てる。あれフライドエッグって目玉焼きだよ。あれ違ったっけ。目玉焼きのように見える、すごいかわいい花を咲かすってことね。あれか、あれだ、あれだ、なんだっけ。出てこない。フラスギクかな。 It is a plant. It flowers are so pretty because they look like a fried egg. Fried egg! Fried egg! Fried egg! Oh! Fried egg! Chicken? Chicken? Fried egg? Chicken? Chicken が好きです。Flowers? 花はかわいい。何？それはプラント、植物。花は可愛い。なぜなら、フライエッグ、ニヤトリのような見た目だからです。とても可愛い花で、ニヤトリのような花。わかりました。先生、行かないな。あ、わかった。あ、行ってくるわ。行ったな。ニヤトリのような、チキン、フライエッグのような花。フライエッグ。ニヤトリってこんな花でしたっけ。違いますね。ちょっと何個か花を持って、あ、いました。お、こちらニヤトリのような花。何ですかニヤトリのような花。これですか、これですか。今んとこフランスギークが近いですね。フランスギーク、これですかね。うん、こちらの花ですかね。ニワトリのようなこの足。あ、完璧ですね、これ。足もなんかニワトリに似てますね。フライエッグです、これは。よし、行きましょう。持ってきました。はいはいはい。はい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 。これは、俺たちが先に貼ればいいですかね。うん、その方がいいですね。まあ、それがいいかもね。はい、うん、最後に発表しましょう。はい。はい、皆さん、回答してってください。どうする君から。はい。いや、これはもうね、これしかないんじゃないかなと。うん、フランスギーク。おお、はい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 、まあ、シンプルです。シンプルだよね、はい、うん、いや、僕もフランスギーク。おお、シンプル。はい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 、フライドエッグに似てる花。フライドエッグに見えるね、はい、うん、花はさすがに持ってくると思ったんですね。そう、花だからさすがにね。じゃあオンリ君、さっきそのドドさんみたいなみたいなライクの使い方がね、オラリッシュ共通でしたんで、私も、はい、フランス。おお、ですよね。はい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 、考察も進んでますね。傾向と対策。はい。おはめくん。お、袖かため息。え、分かってない。袖かためないよ。何？え？フライドエッグ？分かるわけがない。俺はエッグの部分に注目した。うん。エッグに似てる。つまり丸い花。かわいい。あー、ひまわりね。それもあるよな、あるよ、あるな、ある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 な。フライドエッグでだって目玉焼きまで持ってこれますかと。そこに俺は強く言いたい。あー、なるほどね、骨は骨は骨。確かにね。さあ、それではオラフ先生が持ってきたのはこちらです。ウェーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。イングリッシュやんだろ。イングリッシュやん。じゃあ3人がこれ10点ですか。3人は10点。
10点です、ね、そうそうありがとうございます10点で10さあさあさあ問題は、大原めんくんの採点をお願いします。わかるわけないって言ってたもん。確かにフライドエッグはフライエッグって言ってました。私分かってなかったです。分かってなかったかい。そうじゃ鋭い読みなんだね。うん、はいはいはい。何ですか。 This is not English Orangish、yeah. oh, そうでした。 This is not English Orangish Yeah Orangish、yeah. 横の3人の回答ただの English 俺 Orangish。いや先生も違うだろ。先生も先生も同じもの持ってきてます。ああ先生が持ってきたのがオラリッシュ。オラリッシュなんですよね。英語が真似してるんだよ。なんなら。ああそうだ、うん。そうですね。メン君。はい。8点差し上げます。高いな。ありがとうございます。高いな。ありがとうございます。高いな。外れて8点高いな。まあでも花っていうのは合ってたしな。そうですね。飛行は合ってましたね。うん、確かに。はい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 。次最終問題。最終問題。それでは、2問目こちらが最後の問題です。うわ頑張ろう。はい問題こちら。あじゃあミュートします。ミュートしましょう。はい、はい、皆さんミュートでお願いします。長いですね。グラベルグラベルってなんだよ。これは英文ですけど、オラリッシュとして和訳すると何の相手いくんだ。2個合体させて。クラフトでできる2種類からなるアイテム。クラフトすることでできて、It is made of は焼いた鉱石。ベイクドオレを焼いた鉱石って訳せるかな。ベイクドオレ。あ、火打ち石と内金かな、多分。正解はね、このアイテムはクラフトすることでゲットできます。このアイテムの一つは、焼いた鉱石。そして一つは、グラベルがちょっとわかんないけど、砂利かな。砂利からたまにドロップすることがあります。で内金と火打ち石なのかなって思ってるんですが、まあ、もちろんオラ先生はピンときてなさそうなので、ベイクドオレとグラベル何かにピンときて何かを持ってくるはず。グローバル世界からドロップする、グローバルな世界中でドロップするアイテムと、バケットオレ、バケットオレ、バケチとオレ、グローバルなところでゲットできるアイテム、バケットオレ、ベイクドオレ、ジャガイモ、バケットオレ、ベイクドオレ、え、何ジャガイモ、オレ、オレって何？オレ、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 オレってなんだ？オレって初めて聞きましたね。一応このバケットあとジャガイモ、ジャガイモ、オレって何ですか。ベイクドポテト、ベイクドオレアンプアイ、なんか世界で落ちるって書いてるから、なんかね、なんですかね。あ、このベイクドベイクドだったらなんか掛け合わせて作るんですね。何ですかこれ、何、世界中で落ちてるものとバケットを世界中に落ちて、これはベイクドは合体させれないんで、合体させるという意味ではバケツかもですね。となれば世界中にあるもの、そうこれはあれです。あれあれ何の音？何の音だ？何の音だ？すみません、僕が間違えて正解ボタンを押してしまいました。みんな正解ってことすか？そんなのあったんだ。今まで使ってなかっただろ。今までちょっとね忘れちゃってたのかな。そんなあったことしか知らなかった。よし、オッケーね。いいのかな、いいのかな。オッケー。え、持ってきたの？ちなみに編成。持ってきました。超難問でした。難問だねこれは。難問だったね。難問だった。これではじゃあ皆さんから先に貼ってってもらえますか。いいですか。はい、はい、じゃあドズル君から。はい、推理も一緒にいいですか。はい、お願いします、はい。まあ、このアイテムはクラフトによって得られるアイテムですと、はい、まあ、焼いた鉱石とグラーベルという謎のアイテムを
たまにドロップしますみたいな。で、組み合わせて作ることができますという文章と僕は読み取ったんですが。はい、はい、はい、はい。オラ君、俺、鉱石読み解けないんじゃないかなと思いまして。はい、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 はい。そう、ベイクドオレを焼いた鉱石、ちょっとこれかなりな、難しいなと思いましたので、ベイクド一点読みで、ベイクドポテト！おぉ、はいはいはい、はい、このやっぱベイクドだけを頼りになんとかやってくるんじゃないか。いや、もうベイクドだけを一点突破してきたんじゃないかなという一点突破という表現でね、はい、そうです、言ってくれてますね、はいはいはい、一点突破のベイクドに注目したんですね。私ベイクド一点突破です。僕オレ一点突破です。オレ一点突破、オレ一点突破というと、というとオレに使う材料はもちろんこれミルクイルバケツ。おぉ、俺ね、あーカフェオレ、そうかの俺ね、カフェオレの俺ね、で、なんかドロップみたいのもなんかね、ドリップみたいな感じで、うん、俺くんは考えるドリップコーヒーみたいな。そうそうそう、はい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 、で、グラバルもグランデ、グランデみたいな、グラ、あの、スタバのね、サイズね、あー、サイズかなり読みが鋭いな、これはかなり考察回ってますね。なるほど、ありがとうございます。要はオンリーちゃんの、はい、これね、オンリーの回答、うん、直近でそのあのボンジュールセキュリティあるじゃないですか、はい、あれ作った時に、はいはい、オラフ君にグラベルの綴りとなんか意味をなんか教えたような気がせんでもないなっていう。おお、マジか。いや、それは OK。 おやおやおや、なんか一回聞かれたような、どっかで聞かれたような気がするんですよ。じゃあオラクは知ってるんだ。ジャリって何って言われてる。オラク先生の先生だったわけだね。そういうことだ。オラフ先生とオラフはまあ別の人ですが、ああストレートにヒューチーストウチガネ。うわあ、もうこれはだから知ってるんじゃないかと。はいはいはい、知ってんじゃないかっていう、ね。はいはいはい、はい、イングリッシュ、イングリッシュ。いい読みだね。おお、あ、それではオハラメン君。はい、あの、僕もやっぱ注目してもらいたいところなんですけど、ベイクドオレ、ベイクドオレね、そこだね。これ、うん、焼いた鉱石じゃありません。え、違うの？これ焼いたオレオです。オレオか、はい、焼いたオレオか。はい。クッキー？ああ、正解。あ、もう猫さん答えちゃったもん。クッキーです。え、いやー、僕もかなりねクッキーと悩んだんだよね。焼いたオレオか。いやいや、マジで、ね、いや、それだわ、それだわ。いや、めっちゃクッキーと悩んだ。面正解。面正解。ですよね。みんな勝手に正解決まってるし、評価マスターとして。ベイクドとも合ってるしね、ベイクドと。これは合ってる。みんな割れた。割れたね。綺麗に割れました、最終問題。参った。はい。それでは、来ちゃった。オラフ先生が持ってきたアイテム、こちらです。どうぞ。ちょっとあの先にこれ説明してもいいですか。説明どうぞ、どうぞ先生。このアイテムはクラフトによってで作れます。あ、そう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 、ここまで私も訳せました。オッケー、そうですね。 It is made of a baked ore か and an item that sometimes drops from a globe bag。 これですね。そういうことですよね。この世界で手に入れるアイテム、グローバル、グローバル、グローバルか、グローバル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 だこれ。全然覚えてないじゃん、オンリーから教えてもらったやつ。グローバル、グローバル、グローバル、グローバル。一回聞かれた気がすんだよ、砂利のスペル。非常にこのベイクド俺、ここも私悩みました。悩むよね。悩みました。世界からゲットできる。うん。もちろんベイクド俺と悩みました。ベイクド俺、ベイクド。ベイクド、ベイクド、何？手元を見て。手元何？だがしかし。だがしかし。しかし？あ、違うの？違うの？え？これで安堵がついてたんです。安堵が。確かに、確かに。だからベイクドと何かを合体するってなったら何も思い浮かばなかった私。おお。そう。そしてこれはベイクドじゃないと思ったんです。あ、違うんだ。ベイクドじゃないんだそれ。これは。俺これはバケツと。バケツとオレってなって、まさか、何、どうなんの、バケツを作り、そしてできたのがタラ入りバケツです。タラかい、なんで俺に行け、俺に、なんでタラ、タラはなんでですか、タラはなんでですか。グローバル、この世界で手に入れれるアイテム、
タラなのかなと思って世界大海原でタラを取ってきました。グローバルオーシャンね。グローバルだね。海から手に入れる。はいはいはい、はい、まあさあということで、いや難問だったな、はいはい、タライバケツでしたが、ではこう点数ね、あのドズル君から採点お願いします。いやーでもドズル君いいところ行ってました。私も最初ベイクドポテト持ってたんですよ。いや、やっぱベイクド1点突破、うん、はい、いや素晴らしい、8点あげます。8点素晴らしい、ありがとうございます。高いね、いやかなり、やっぱ1点突破、本当は10点あげたいんですけど、はい、いやいや10点ではないだろう。10点ではないんで、うん、はい、あ、じゃあ、ボンジュール君も。これ、どう？これも、天才ですか？そう、ほぼ。感動しました、私、このバケツオレで。先生、これ、先生、ボンさん、バケツじゃなくて、オレから牛乳持ってきてますよ。確かに、確かに、考察間違ってる。バケツオレです、バケツオレ。オレと、なんか、グランドとか言ってましたよ。あと、ドロップとか、ドリップとか言ってましたけど。バケツオレですよ。バケツオレですよね、これ。これ、完全にバケツオレです。ってなんだよ。9点差し上げます。9点。おおマイガー。9点。もうかなり高いですね。うん、高い。じゃあ、あのオンリー君ね。いや本当に砂利と黒曜石の実力教えたじゃん。怒ってますよ。オンリー君もね。なんか俺もこれオアって読むのかオーって読むのかみたいな感じのなんかやったような覚えがあるのに。いや僕もそう言えば今話聞いてて昔そういう会話したなと思いました。おーね、そんな昔じゃないだろう多分。そうですね。そうじゃないけど。先生これちなみに本当の回答は火打ち石なんですか？はい、こちら、ですね、直訳すると、はい、それはクラフトで作るアイテムです。焼いた鉱石と砂利からたまにドロップするアイテムを使って作りました。ああ、それは火打ち石ですね、間違いなく。そうかもですね、はい。あ、だとしたらこれイングリッシュでしょ。これイングリッシュ、イングリッシュだ、イングリッシュだ、これイングリッシュだ。そうですね、これはイングリッシュですね。オンリク5点差し上げます。5点ある、なんで5点あるの逆に。罪悪感から5出た。まあまあ確かに確かに、それはね、一回教えてもらったっていう罪悪感があるか、ね、うん、まあね、オーラリッシュに落とし込めなかったですね、すいません。いやこちらこそ謝ってる、逆先生が。なんでお互い謝ってるの。さあさあ、そして小原メイ君のこちらクッキー。いやー、メン君もこのベイクドで行かないということを分かってくれてたんですよね、僕が。もちろん。そうですよね。ベイクドオレオって言ってたよ。ベイクドオレオ。そうですよね。ガッツリ言ってましたか。ああ。いやー、メン君。はい。5点に差し上げます。おー。5点ね。はい、じゃあまあそこまでです。抜き打ちテスト終了。あ、はいはい、あ、そうだ、はい、抜き打ちだったわ、これ抜き打ちやったわ、長すぎて忘れてた。そうだった。はい、では、最後に得点確認していきましょうか。ドズル君、はい、66点、ありがとうございます。おー、何点中だろう。ボンジュール君61点、あー、大原君60点、おー、え、オンリー君70点。うわー、やったー、すごい。ということで優勝はオンリー君です。うわ、マジか、イエーイ。オーラリッシュはイングリッシュだったか。いや ちょっとかなりだってイングリッシュ回答多かったですからね。イングリッシュ回答のね、彼は、うん、名人でしたけれども、なかなか珍しく最下位でも何も思わない企画。どう、ちょっとね、みんなやってみてどうでしたか。オラフ先生もね、回答いろいろ聞いてどうでした。いや非常に楽しかったです。面白い回答もたくさん出て、いや皆さんオラリッシュを理解今日すごくできてるなと思いました。すごいできてた、はい、ちょっとまた抜き打ちでやりたいですね。さあ、それでは初代オラリッシュ王になったオンリー君、どうですか、あの感想は。イージーイージーイエーイ。はい、ということでね、あのかなり攻めた企画だったんですけれども、今日の動画面白かったという方、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。よろしくお願いします。はい、また好評でしたらオラリッシュのような企画もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル、バイバーイ。いろんな生放送もやってるんで見に来てね。だって9ドル利益だもん。
9ドル利益だからスーパー情熱価格よ、この牛乳。ほぼ利益だから、この牛乳。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画もご覧ください。高評価とコメントもぜひしていってください。もう全部やってくれてんの？最高かよ。